また新しいスマートフォンが到着しましたので紹介したいと思います。今回紹介するのはこちらですね。ウレフォンのパワーアーマー13です。こちらのスマートフォンはですね、まあウレフォンが得意としてるね、タフネススマートフォンのアーマーシリーズなんですけれども、上にね、パワーがついています。まあこの端末はね、タフネススマートフォンの中でも超大容量のバッテリーを搭載した端末になっています。なんとバッテリーの容量は 13,200mAh です。 さらにですね、このメガトン級のね、大容量バッテリーを搭載したタフネススマートフォンなんですけれども、今回はさらにね、こんなオプションパーツまで一緒にね、送っていただきました。やばくないですか、これ。まあ、これを見ただけでもね、本当にもうワクワクが止まらないといった感じなんですけれども、こちらはですね、ケースなんですよね。まあ、通常ですね、タフネススマートフォンってケースは付属していないし、ほぼ売ってないと思うんですけれども、この端末は専用のケースがありまして、 タフネススマートフォンにさらにケースをつけるんですね。まさにこれはね、フルアーマータフネススマートフォンです。で、もう一つこちらはですね、これエンドスコープってここに書いてあるんですよね。で、まあ内視鏡っていうことなんですけれども、まあこれは以前にもありましたけれども、まあ要はね、ちょっと後でまあこれ実物見ますけれども、ここにね、こういうカメラ、いわゆる内視鏡みたいなね、こういうコードの先にカメラがついてるような感じのものになっていて、まあこれでね、あの撮影ができるというものになっています。 ま、ほんにですね、こういったね、え、内視鏡なんてね、一体誰が使うんだよっていうところもありますけれども、この辺のね、機能がやっぱりタフネスマートフォンらしいですよね。あとですね、これね、オプションパーツ以外にも本体の方にもね、通常のスマートフォン、通常のタフネスマートフォンにはついていないね、特殊な機能が付いています。それがですね、レーザー式の距離計ということで、なんかレーザーを使って距離を測るね、機能が付いているんですよね。ま、ほんにですね、無駄な機能のオンパレード。いや、間違い。ロマンの詰まった機能オンパレードのスマートフォンになっています。 それではね、早速スマートフォンの方を見ていきたいと思いますけれども、まずね、この箱がね、えー、こうやってね、映像で見るとそんなに感じないかもしれませんけど、明らかにね、でかいんですよね。もう一回りでかい感じです。もうこのでかさだけでね、ちょっとワクワクしますね。もうほとんどね、タブレッススマートフォンってもう出落ちですね。その見た目が全て、えー、このインパクトが全てっていう感じですよね。わかりますめちゃくちゃ分厚くないですか 以前にもね、ウルフォンのアーマーシリーズ紹介してますけど、このね、なんかタイヤみたいなね、鉄板みたいなデザインになってるんですよね。なかなかこれもかっこいいですね。じゃあ開けていきましょう。それではね、早速、同梱品確認していきましょう。まずこの赤いのはね、充電用のタイプ C のケーブルになっています。 でこちらが充電器ですね。えー、と充電器の方ね、まあ、当然 EU プラグになっていますけれども、こちらはですね、33W の高速充電に対応した充電器になっています。で、本体の方も 33W の高速充電に対応しています。あとはですね、これはですね、こちら側が Type-C になっていて、こちら側が USB のね、通常の USB のメスですね。だからこれは OTG ケーブルだと思います。 であともう一つね、こんなものが入ってるんですね。これはですね、こちら側がね、フルサイズの USB のオスですね。で、こちら側があタイプ C になっています。これはどうやって使うのかなえーと、オスメスこう。ちょっとね、よくわかんないですね。これ何使うのかなそれではね、このなんか平べったいもの。ね、この箱の中に何が入っているでしょうか こちらの箱の中はですね、いわゆる説明書とか保証書類ですね。あと一応シムピンが入っていますで。あとですね、ディスプレイのね、あの、これはですね、ガラスですね。ガラスフィルムが入ってますね。説明書の方ですけれども、ちゃんと日本語の表示がありますね。それではですね、ディスプレイのペリペリにスペックが書かれていますので、確認をしていきましょう。まずはね、タフネスマートフォンとしての機能ですけれども、 ip69k, ip68 IP ですね。防水防塵機能を持っています。で、ここに表記はありませんけれども、見る企画にも対応しています。soc はメディアテックのヘリの G95 ですね。まあ、アンツーベンチマークはですね、公式のね、ウレフォンの公式の YouTube チャンネルで、アンツツベンチマークの動画が上がっていましたけれども、35万点ということです。 で、ラムは 8GB、ストレージはなんと 256GB なんですね。この辺もかなりね、大容量たっぷりなストレージになっていると思います。で、バッテリーの方はね、先ほど言いました、この端末の最大の売りになりますけれども、1 3 2 0 0ミ、ah、リアアンペアワーです。カメラの方はですね、クワットカメラ、メインカメラは4,800万画素のカメラを搭載しています。で、ディスプレイの方はですね、6.81インチっていうね、かなり大きなものになっています。で、解像度はフル HD プラスですね。この辺も十分だと思います。 充電の方はですね、先ほど言いました通り、有線はね、33W なんですけれども、なんとこの端末はね、無線充電にも対応しています。15W の無線充電に対応しています。さらにですね、OTG にね、対応していますので、有線を使ったリバースチャージにも対応していますし、無線にも対応しているので、無線を使ったですね、5W のワイヤレスリバースチャージにも対応しています。 指紋認証とね、フェイスアンロックにも対応しています。あと NFC にもね、もう当然対応していますし、OS はね、Android の11を搭載しています。で、背面を見ますとですね、ここはですね、やっぱりワイヤレス充電ね、するところになっています。で、カメラの4800万画素、200万画素のマクロカメラですね。 800万画素の超広角カメラです。で、あと200万画素のまあ、補助カメラということになってます。で、これはちょっと怪しいんですけども、まあただね、メインカメラ、マクロ、広角カメラのね、まあ結構しっかりとしたトリプルカメラになっています。さらにね、LED のフラッシュですけれども、これ1、2、3、4、5個、5個も付いてますね。それでは本体の方を見ていきたいと思います。もうまずはですね、めちゃくちゃ分厚いですね。まあバッテリーの容量がかなり大きいので、 まあこれはもう大体そうなっちゃいますけど、その中でもね、かなり分厚いし、かなり重たいですね。もう本当にね、これだけでかなりインパクトありますね。背面の感じはですね、これはよくね、タグレススマートフォンである、ちょっとね、ゴムっぽいね、素材になっています。で、サイドは金属フレームがね、ちゃんと入っていますね。 それではね、ぐるっと見ていきましょう。まずはね、ボリュームボタンです、ね。で、ちゃんと溝が切ってあって、こういうのね、やっぱ触った時に分かりやすくなってますね。さらに滑りにくくなってますね。あと、電源ボタンに、ここに指紋認証センサーですね。だから電源ボタンとは別のね、まあ、単独で指紋認証センサーがあります。で、あと、ちゃんとビス止めされてますね。アクサイドの方はですね、ここにシムスロットがあります。で、これはカスタムボタンですね。で、ここに接点がありますけれども、これがさっきのね、内視鏡ですね。エンドスコープがつくね、接点になると思います。 それでは、そこの方を見ていきましょう。そこはね、キャップがついています。で、この中に、タイプ C のポートと、一応、中にですね、3号のイヤホンジャックありますね。ここにですね、小さいね、マイク穴があります。ただ、これちょっと砂とか詰まりそうですよね。で、上の方にですね、えー、ここにセンサーみたいなものがあって、これがさっきのね、そのレーザー式の中距離計ということで、まあ、距離を測るものがね、ここについています。それではね、とりあえず重量を測ってみましょうか。 4 9 2ムですね。<laughs> やべえな、これ。それではね、早速、フルアーマー化していきましょうか。これが専用のね、ケースになっています。じゃあ、こちらも中見ていきましょうか。まずはね、プラスチック製の、まあ、いわゆる、ケースですね。硬いものになってますね。えっ、ー、と、ケース以外のものは、まずね、ストラップですね。長めのストラップが入っています。で、あとは、これ、空ナビがついてますね。で、氷なんか、ケースにつける感じのものになってますね。 で、こちらも同じように、これはなんかクリップタイプのものになっていて、ここがおそらくね、ケースにこうね、差し込めるような感じになるんじゃないかなと思います。はい、それではね、フルアーマー化していきましょうか。こういう感じでいいのかなこれハマるのかなフルアーマーかあ、はいはい。はい、こんな感じですね。おお、さらにいかつくなった。 えっと、これでフルアーマー化したんですけれども、結構ね、サイドはざっくりと空いています。だからむしろね、これをフルアーマー化するのはね、まず背面と、あとカメラ部分ですね。カメラ部分がかなり中に引っ込みますんで、これはカメラ部分は結構守られると思います。んで、ここにもちょっと出っ張りがあるんで、やっぱりこういう感じでいった時はかなり強いんじゃないかなと思います。まあカメラ部分が割れるのはかなりね、これで軽減できると思います。 であと、この角ですね。角にこんな特殊なね、もう角みたいなのが出てるんで、まあこれもかなりね、角打ちをガードしてくれると思います。で、ただ下の方にはそのね、えー、角打ちのね、ガードがないんですね。まあただそれでもね、通常でも角はめちゃくちゃ硬いのに、さらにこのね、ガードしてるんで、もうこれは十分ですね。はい、それではね、この辺のパーツつけていきましょうか。まあこれだけね、今これやってるだけでもかなり楽しいですよね。これがここにつくのかなああ、こういう感じですね。まあこれで完全にロックされて、 ああ、こういう感じですね。だからこれで、なんかこう挟んでね、えー、スマートフォンを固定することができるということですね。ちょっとでもこのプラスチック部分大丈夫なのかなまあ大丈夫そうですけどね。まあ一応こんな感じで、クリップ型でスマートフォンね、取り付けることができます。それでは次はね、ラナビの方を付けていきましょう。これも同じようにここにスライドさせて、こういう感じですね。これでロックされました。で、これで、まあリュックとかにね、まあこう吊る下げていくような感じになるんでしょうか。ちょっとやっぱ安定は悪いですけどね。 まあただやっぱこの辺もですね、アウトドアグッズっぽくてすごくいいですよね。それでは本体の方ね、じゃあ見ていきましょうか。まずね、最初から入ってるアプリはあ、Google 系のアプリと、まあこれぐらいですね、2ページしかありませんので、まあそんな余分なゲームとかね、そういったものは入っていないですね。ストレージの方ですね、256GB なんですけれども、最初から使っているね、容量は 13.22GB です。まあ少なめですね。 それではね、サイド指紋認証センサー確認していきましょう。まあタフネススマートフォンなんでね、やっぱり手袋を使ってお小屋で使ってるという方も多いと思いますんで、あんまりね、このサイド指紋認証センサー使わないかもしれませんけど、やってみましょう。はい。そうですね、あんまり早くはないですね。はい。まあ一応それでもね、精度的には特に問題ないかなと思います。それでは次ね、フェイ36やってみたいと思います。まあどちらかというとね、タフネススマートフォンではこちらの方がいいんじゃないかなと思います。それでは、つけて。 顔を向けます。はい、こんな感じですね。つけて、顔を向けます。はい、こんな感じですね。まあ、やっぱりこれもね、すごい爆速っていうわけじゃないんですけれども、まあ、でも普通に使う分には特に問題ないと思います。それでは次はですね、タフネススマートフォンらしい機能を紹介していきましょう。このね、サイドにあるね、これカスタムキーっていうね、赤いボタンなんですけれども、まあ、こちらにですね、タフネスマートフォンっていうのは大体ね、えー、操作だったり、機能ね、割り当てることができます。 で、これはですね、設定メニューのね、スマートキーというところがありますので、ここから設定することができますね。で、このオレホンのね、アーマーシリーズについては、シングルクリック、ダブルクリック、長押しですね、3つの操作をこのボタンに割り当てることができます。で、最近ですね、私が紹介しているタフネスマートフォーの中には、全然ね、これがね、長押ししか、あの、設定できなかったり、あるいはですね、これ例えばですね、ダブルクリック設定するとですね、ショートカットっていうことで、まあ、こういったね、元々用意されている操作を割り当てたりすることもできますし、 あとね、この端末はね、アプリもね、あの割り当てられるんですよ。だから例えば LINE なんか入れてれば LINE でもね、このボタンに割り当てることができるんですけれども、一部のね、タフネススマートフォンには、このボタンは付いているんですけど、アプリは設定できなかったりするものもありますんで、そういった部分で言うとね、このアーマーシリーズのこのスマート機については、かなり柔軟に設定できます。 このボタンにね、3種類の操作をね、割り当てることができて、さらにショートカットもアプリも設定できるということですね。それではね、試しにですね、長押しにね、LED ライトです、ね。ダブルクリックにメッセージですね。えー、SMS のね、ショートメッセージのアプリを割り当てました。あと、シングルクリックがね、やっぱり誤動作の原因になりますので、一応操作なしにしておきます。じゃあ、この状態で長押しするとライトがつくはずです。やってみましょう、長押し。はい、こんな感じでね、ライトがつきました。 それでは次はねダブルクリックやってみましょうダブルクリックでメッセージアプリが起動します、まあ、ただですねこのカスタムキーってのは、まあ、当たり前かもしれませんけれどもロック画面状態では、ね、使えないんですよね。まあ、勝手にね例えばロック画面状態でも こうね、ダブルクリックしたらアプリケーションがね、起動してしまうということだと、やっぱりセールセキュリティ的にやっぱね、良くないと思います。だからやっぱりこれは起動しないんですけど、ただこのボタンとですね、そのフェイスアンロックがありますんで、こういったね、屋外で使うタグネスマートフォン、しかもね、手袋をしていて、まあ、ちょっと操作しにくいという時もですね、例えばこれでつけて、ロックをフェイスアンロックで解除。で、ダブルクリックでメッセージという感じで、こんな感じで片手でね、すべて操作できます。 それでは次もですね、タフネススマートフォンらしい便利な機能を紹介していきましょう。えー、ここにですね、FM ラジオというアプリがあります。で中国のスマートフォンにはですね、結構この FM ラジオが使える端末があるんですけれども、その多くはですね、あの、イヤホンですね。イヤホンを挿してそれがアンテナ代わりになって、まあ、ラジオが聴けるというものが多いんですけれども、 ま、最近少しずつね、出始めていますけれども、そのイヤホンがなくてもラジオが聞ける端末があります。で、この端末もですね、イヤホンを特に刺さなくても、そのままね、FM ラジオね、起動するだけで FM ラジオが聞けますんで、この辺も非常に便利ですね。で、当然ですけれども、これはですね、データ通信とかね、そういった SIM カードとかも一切必要ありませんので、Wi-Fi もモバイルデータ通信がなくても、これ単体で、要は電源だけ入るラジオをね、聞くことができますので、やっぱりね、そういった災害が起きた時に、いくらね、バッテリーがあっても、 あとね、シムカードが入っていても、そもそも電波がね、拾えない。まあそういったね、アンテナ自体がもうみんな周りが壊れちゃってね、使えないという時あります。まあそういった時にもね、最低限の情報入手手段としてラジオが使えるってのは結構いいと思いますね。ただですね、こういったね、中国のスマートフォンで FM ラジオがね、聞けるんですけれども、ちょっと日本のね、その周波数っていうのに対応していないらしくて、全てが聞けるわけではないんですよね。で、この端末もそうなんですけれども、一応87.5から、 108までね、えー、一応この周波数が合わせられるんですよね。ちょっと私もラジオの知識がないんで分かんないんですけども、ただなんか76ぐらいから日本は使ってるということなんで、まあそういった部分で全ての FM ラジオが聞けるというわけではありませんのでご注意ください。ただ実際この範囲内であれば、まあこの範囲内であれば一応ね、私も実際にちょっとラジオをね、流すわけにいきませんけれども、まあ実際ね、えー、そのね、電波を掴んでラジオを聴くことはできましたんで、 全く使えないわけじゃないんですけれども、完全に使えるものでもないというところはね、まあ、そこはちょっと理解していただきたいなと思います。この端末はですね、ダイ容ロのバッテリーを活かしたね、リバースチャージに対応しています。今、こちら側のね、スマートフォンを、まあ、有線でね、タイプ C のケーブルで充電しています。ここにね、LED のランプが付いているのがわかります。ここをね、見ていただくとわかりますけれども、ちゃんとね、充電されていますし、ここね、充電のランプも付いています。 あとはですね、有線だけではなくて、ワイヤレスのリバースチャージにも対応しています。これ 5W になりますんで、まあ、やっぱりね、そんなに充電速度は速くないですし、ものによってはちょっと充電できないかもしれませんけれども、まあこういったね、ワイヤレスイヤホン程度であれば充電できると思います。今ね、わかりますかねここつきましたよね。ちょっと上げてみましょうか。もう一回置いてみますね。 はい、着きましたね。これで充電されているのがわかります。それでは次はですね、タグネススマートフォンに必要なのかどうなのかわからないね、この距離計見ていきましょう。スマートフォンの上にですね、 ちょっとなんかね、こういったセンサー的なものがついています。それでは見てみましょうか。で、実際に距離を測るにはですね、レンジファインダーっていうアプリがあります。で、このアプリを起動するとですね、一応長さとか面積とかね、体積とか測れるんですけれども、で赤外線をオンにするというボタンがありますんで、この赤外線をオンにして、その測りたいところの距離ですね、その目標物に当ててですね、そこまでの距離を測るというものになります。とりあえずオンにしてみましょう。そうするとですね、今ちょっと画面には出てないんですが、ここにね、赤い赤外線のマークが出ています。これで距離を計測。 はい、そうすると0.293ということなんで、約ね、29センチっていうことですね。まあ、こんな感じでね、簡単に、ま、距離を測ることができます。これを使うときにね、最初に設定しなきゃいけないんですけれども、まあ、この距離をね、どっから測るかっていうのね、一応決めることができるんですね。だから一応このセンサーがあるところから測る場合は、こっちですね。で、例えば、 こうね、床からね、天井まで測るとかっていうときは、やっぱりこのね、スマートフォンの下を、そのね、床につけて測るわけじゃないですか。そうすると、こっからの距離になるんで、そのときは、こっちを選ぶっていうことですね。だから、これ2種類ね、一応どこから距離を測るかっていうのを選択できます。はい、それではね、実際にどんな感じで測るか、まあ、実際にやってみましょうか。今、これデスクの方にね、スマートフォンがあります。で、赤外線をオンにするってボタンがあるんで、ここからですね、天井まで。 上に行くとエアコンがあって天井がありますでね、そこまでの距離を測りたいと思います。それではまずは赤外線をオンにするですね。これをタップします。そうすると、ここ赤くなってますね。で、この先がどうなってるかというと、あそこにね、狙いが定まっています。わかりますかね。そしたら、この状態で距離の測定をオン。そうすると、1.775ということで、まあ、こんな感じで簡単にですね、だから今このデスクの上からですね、天板の上から天井までですね、 1> 約1.7メートルとということが分かりますそれでは次は、これもちょっとね、特殊な機能なんですけれども、まあ、エンドスコープって書いてありますね。いわゆるその内視鏡的なものなんですけれども、開けていきましょう。まずは説明書、マニュアルがついていますで。これがその内視鏡ですね。ちょっとケーブルみたいになってますね。で、あとですね、このね、小さいプラスチックケースの中に、この先ですね、そのエンドスコープの先でしょうね。例えばこれフックになってます。だからそのカメラで見ながら何かね、こう拾いたいとか引っ掛けて撮りたいとかっていう時に使うんでしょうね。で これがね、マグネットになってるみたいですね。で、あとこれはミラーですね。ミラーが斜めについていますので、要はこれを先につけて、その先端の部分からね、正面しか見れないんですけれども、これをつけることによって、その周りって言いますかね、横ね、先端の周りを見ることができますね。 実際のそのエンドスコープというものはこんな感じですね。なんかここにちょっと操作するとこがありますね。押すとこがあったり、ちょっと回すね。ダイヤルみたいなものがあります。で、こちら側の接点をスマートフォンにまあつけるということですね。これが先端になりますね。ちょっと光るような感じになってますかね。えと、カメラが付いてるんですかね。 それではね、スマートフォンに接続していきたいんですけれども、これはですね、この接点とここね、えー、接続するんですけど、ここにビスがあって、これを外さないと付けられないんですね。だから、こうワンタッチで付くというわけではなくて、まあ専用のね、工具が付いていますので、これでビスを外して、まあここにつけて、このビスをね、閉めるという感じになります。また、あ、だから逆にと簡単には取れなくなりますね。 ちょっとケーブルの取り回しがね、結構悪いんですけれども、一応ね、接続をしました。ちゃんとビズで止まってますんで、簡単に取れないですね。まあ、これはもうスマートフォンじゃないですよね、これ。何かの装置ですよね、これ。はい、それではね、実際にどんな感じで見えるかやってみましょう。とりあえず、ここにカメラね、先端があります。で、ここにね、スマホの箱があるんで、これがどうやって見えるか見てみましょう。で、これ専用のアプリですね。エンドスコープってアプリがありますんで、これを起動します。そうするともうここに映ってるの分かりますかねこうやって変わると、部屋の周りが見えていますけども、 今、スマホの箱をね、見ています。で、ちょっとこれ斜めになっちゃってるじゃないですか。で、このね、カメラって要はどっちが上とかどっちが下とかすごく分かりづらいんですね。しかもこれを調整するっていうのは、まあ、この先端持ってるからいいですけど、実際こう長いわけじゃないですか。そうするとほぼね、これを調整するっていうのは難しいと思うんですよね。こうひねって調整するっていうのね。だそうなってくると、要はこの見る方で、こちら側の見る側でこう調整できるようになってるんですね。自由にこう動かせるようになっています。まあ、だからこんな感じで、どっちかっていうと、このね、先端を変えるよりは、 こちら側で見るところを、こうね、拡大したり、まあ、こう曲げたりですね、して見るっていう感じになります。で、動画も撮れるし、写真も撮れるんですよね。だから動画もこれで撮れますし、えー、写真も、ここですね、えー、このボタンで写真が正常に保存ということで、写真も撮ることができます。さっきね、ここにね、手元にリモコンみたいなのがあったんです。これね、押すとね、写真撮れるんですよ。ちょっとスマートフォンの,の見てくださいね。 はい、今正常に保存って出てますけれども、ここで簡単に写真は撮ることができます。で、あと、ここにですね、小さいダイヤルみたいなのがあって、このダイヤルを回すとですね、ここにね、ライトがついてるんですね。ちょっとわかりますかね。こうやると、ライトがついています。こうやればこれ、ほら、ライトついてるんですね。で、あんまり明るくしちゃうとやっぱ見づらくもなったりするんで、これは周りのね、明るさによって、ここで手元でね、調整できるようになってます。今、これ消しました。 もう一回つけますね。あ、わかりますね。映像でもわかると思いますけども。まあ、こんな感じで、この手元でね、手元のダイヤルで、このライトをつけたり消したりすることができます。映像的にはですね、まあ、なんか思ったよりは綺麗にね、しっかり撮れるなという感じです。まあ、当然これ今明るいところなんで、こんな感じで文字もしっかり見えますしね。ちょっと部屋のカーテンの方を見たりとかね。全然どうですか普通に見えてる感じしますよね。えー、照明が見えたり、ドアが見えたりね。ただやっぱりこの上下がね、やっぱりすごい調整しにくいんで、 やっぱりこっち側でこうやって調整しながら見るという感じになっちゃうんでしょうね。それではですね、ちょっとね、まるで医者のように、この指の中ね、入れてみましょうか。あ、なんとなく、なんとなくそれっぽいな。本当に医者になった気分ですよね。わかりますこう、入ってきますね。 はいまあ、こんな感じでね、こういった隙間の中をまあ見ることができるという感じです、ね。今これライトつけてますんでね、こうちゃんとね、中が暗くてもこれで見ることができます。で、先ほど紹介した先端部分ですね、これ今取り付けた感じです。これフックですね。だからやっぱりこう隙間になんか落ちてしまった時に、これに引っ掛けて取ったりするものです。で、先ほど紹介した通りね、先端がマグネットのものも入っています。それではですね、SIM カード入れてみたいと思います。で、SIM スロットの方はハイタスロットですね。だから SIM カード2枚入れると、マイクロ SD カードは利用できないですね。 楽天モバイルとね、l i n e の SIM カードを入れていました。ここを見ていただくと分かる通り、ボルテと法人ね、両方とも立っています。えー、ただですね、楽天モバイルについては、これはもうね、何回も紹介していますけれども、こういった中国のスマートフォンではよくあるですね、LTE オンリーの設定をしないと楽天モバイルは利用できません。l i n e m の方はね、えー、普通に APN 設定をすればですね、ボルテも表示になりましたし、アンテナも普通に立って、まあ普通に利用することができますね。ただ楽天リンクアプリですね、ここに入ってますけれども、 楽天リンクアプリをね、まあ一部の端末では Wi-Fi をの時に番号通知がされないっていう問題があります。特にシャ o ミ m i の端末に多いんですけれども、この端末もですね、Wi-Fi 接続時はですね、あの番号通知がされませんのでご注意ください。あと対応バンドの方はですね、まあ 5G にはね、これ対応していないんですけれども、4G のバンドはほぼね、日本のプラチナバンドに対応しています。まあ1、3、8、18、19ですね。バンド26にも対応してますんで、まあ日本で使う分にはね、特に問題なく利用できるんじゃないかなと思います。 それではね、カメラアプリを簡単に見ていきましょう。まずはね、写真撮影モードです。で、これレンズの切り替えですね。広角カメラを使った撮影が可能になっています。あとは HDR とかね、AI とかフィルター使えますね。 あと、設定見ていきましょう。ここも特にね、まあ、ごくごく普通な設定が並んでいます。それでは次は動画撮影モードですね。まずは解像度見ていきましょうか。解像度、動画の画質ですね。あ一応 4K 撮影できますね。ただフレームレートとか選択できません。あとですね、動画撮影時は広角カメラ使えないんですね。ほら、いかないですね。広角カメラで動画撮影はできません。 あと撮影モードですけれども、まあ、写真と動画以外には夜景ですね。夜の撮影と、あとはね、プロモードですね。これはホワイトバランスとか ISO 感度を自分で設定するモードです。で、あとマクロカメラね、搭載していますので、えー、マクロ撮影ができます。ただ、フォーカス効かないですね。だからよくある、えー、カメラと被写体の距離を自分でね、調整して撮影するマクロカメラになっています。 他の撮影機能ね、スーパークリア画質と顔写真ですね。まあこれはポートレートでしょね。あとダイナミックにパノラマ、スローモーションとタイムラプスありますね。カメラアプリの方はですね、まあ最低限の機能は一応ね、大体揃ってるかなと思いますけども、まあ残念なのはね、動画撮影時に光学カメラが使えないというところですね。ここがちょっと残念ですね。 この動画はですね、ウレフォンのね、パワーアーマーのアウトカメラで撮影をしています。音声の入り方どうでしょうか動画撮影中のオートフォーカスは、んまあ、一応ありますね。後ろ行った。はい、手前。後ろ。はい、とりあえずはありますね。 今回はですね、ウレフォンのパワーアーマー13をね、紹介させていただきましたけれども、それではいいところ悪いところね、簡単にまとめていきたいと思います。まずいいところというか、売りはですね、えー、まずタフネスマートフォンということですね。IP68、IP69 系ミル企画に対応したタフネスマートフォンということです。それにですね、13200mAh のね、大容量のバッテリーを搭載しているというのが、この端末の最大のまあ、売りになってるんじゃないかなと思います。 まあ、それ以外にもですね、タグネススマートフォンって結構ね、その変わった機能を搭載している端末が、まあ、上位モデルに行けば行くほどね、そういった機能があるんですけれども、この端末はですね、やっぱりその距離をね、測定する機能がついているということで、まあ、これがですね、日常的に必要な方っていうのが、果たしてどれぐらいいるかっていうところを考えるとね、まあ、スマートフォンに必要な機能かどうかっていうのは、まあ、正直、 疑問なんですけれども、まあ、それでもですね、タフネスマートフォンって、まあ、そういう機能がついていればこそのタフネスマートフォン、まあ、いわゆるロマンという言葉でね、まあ、言い換えられていることなんですけれども、まあ、ロマンドとしては、まあ、いいんじゃないかなと思います。で、あと、オプションパーツでね、こういった、あの、ケースですね、普通タフネスマートフォンってあんまりケースないんですけれども、専用のね、ケースがついていて、まあ、フルアーマータフネスマートフォンですね。あとはですね、オプションで付けられるね、このエンドスコープ、内視鏡っていうものなんですけれども、まあ、これもですね、まあね、どのぐらいね、 買う方方がが実際に、ね、必要ととしてていいる方がいるかっていうとちょっと謎には謎なんですけれども、まあこの辺のね、まあある種無駄な機能と思えるものが、やっぱりタフネススマートフォンの最大の魅力ね、ロマンにつながってるんじゃないかなと思います。そういう部分では結構ロマンとの高いね、タフネススマートフォンになっていると思います。 それでは次はね、ちょっと悪いところですね。まあ悪いところはまずですね、まず重たいくてでかいっていうことですね。まあディスプレイのサイズも6.8インチですし、まあ重量もね、400g 超えてますんで、これは本当にですね、日常的に持ち歩くスマートフォンとしてはかなり厳しいと思います。だからやっぱメインスマートフォンというよりね、やっぱりそのサブ端末という使い方になると思います。 まあだからやっぱりキャンプ行く時とかだね、いやいや要はモバイルバッテリー代わりに持っていくスマートフォンとか、あとやっぱりそのね、えー、外のね、屋外の現場なんかにある程度こう置きっぱなしで使うようなね、まあそういった特殊な使い方をするスマートフォンじゃないかなと思いますで。あと悪いところカメラですね、広角カメラ、特に広角カメラのあの品質があんまり良くないんで写真もね、あんまり綺麗じゃないですし、まあ動画も撮れないということなんで、ちょっとこのカメラ周りはですね、まあ他のタフネスマートフォンはあんまりね、そのカメラ性能がいいスマートフォンで、タフネスマートフォンってないんですけれども、

この端末も、やっぱり同じようにですね、ちょっとカメラ性能は良くないかなと思います。まあメインカメラのね、まあ写真であれば、まあそれなりには使えますんで、まあ記念撮影とかね、まあそのぐらい、まあキャンプ行ってちょっとね、そのキャンプのシーンを写真で収めるというぐらいであればいいと思いますけれども、まあすごく映える写真とかね、まあそういった写真を撮るのはちょっと難しいかなと思います。とにかくですね、まあいいところ悪いところありますし、まあ非常にね、好き嫌いが分かれる端末だと思います。全く必要ないって方が大半だと思いますけれども、 ごく一部ですね。この端末を待っていた。こんなね、大容量のバッテリーが欲しかったんだっていう人が、まあいると思いますんで。やっぱりそういったね、本当に特殊な方向けのスマートフォンになっています。まあ本当にですね、今回紹介していて、もう本当お腹いっぱいですね。もういろんな機能があって、いろんな楽しい機能がありますんで、まあそういったね、ガジェット好きの方にもお勧めできるタグネスマートフォンだと思います。もしね、興味がある方はですね、動画下の説明欄の方に購入先のね、リンクを置いておきますので、そちらの方から確認をしてみてください。はい。 今回は以上です。